23日夜8時君の一歩で人間列島日本、森岡隆三ドリームノート。日韓ワールドカップでキャプテンとして日本を牽引、清水エスパルスでも数多くの優勝を経験した日本サッカー界を代表する森岡隆三さん。現在のフィールドは次世代の育成の全体統括を行う中である一冊のノートを制作。育成に掲げる森岡さんの哲学、そしてノートに込められた思いに迫ります。またサッカーに関連した2番組も放送。地元で普及活動などに奮闘する吉田光則さんに密着。藤枝市役所で働く小田牧遥さんの情熱とは。